さあもう一度タクマが前出た。あっとこれは先ほど55番ですか。マシンですね、最初のマシンですね。55番です。5番のマシンですね、高田シシドペアの200あるですね。これマシンが激しく炎上しています、これはちょっとすごいな。クラッシュパッドが燃えちゃいましたね。これだけ激しく炎上するのも珍しいと思いますが、55番のマシンが炎上しております。さあどんな状況になった、もう火を吹いてる感じですね。そうですね、もうここでもあライダーは大丈夫だったでしょうか。うわちょっとこれはもう申し訳ない、また行った。波乱含みの展開です。何番だったでしょうか、今早くて分かりませんでした。赤旗です、赤旗です、赤旗が出ました。赤旗が出ましたのでレースは一体中断ですね。中断になります。ペースカーが入るのかな。赤旗は中断です。スタート時刻も3分予定よりも遅れて始まった今年の8体12ラップを終了して先頭が13ラップに入った段階で赤旗が出ました。レースは一時中断です。おそらくこれは今山田さんがおっしゃったようにペースガンが入りますね。おそらくペースが入りますね、はい、これは誰の映像かな。あこれウカの映像じゃないですか。ウカの映像でしょうか。あれだけ追い上げていったウカですが、おそらくですね、この燃えたマシンがこの 200R でですね、オイルを撒き散らしながら多分あの煙でしたなと思うんですね、ですからそれに乗っかっちゃったんだと思いますよ。なるほど。ですから1台だけじゃないですね、ウカのマシンでしょうね、で何台も多分、これ巻き込まれた可能性ありますね。なるほど、オイルに乗った模様です。数台転倒したという情報が今入りました。トラブルの起こりましたエリーはちょうどあの辺りですね。そうですね、ヘアピン立ち上がって 200L、入っていったところですよね、いわゆるマッチャンコーナーというふうに通称呼ばれている 200R、 この辺りはかなりあの高速でスピードが上がってくるところですよね。200R で起こりました。そして今の情報ですと45番がピットあるいはあの確認できないという情報も入ってきていますので、やはりそうですね。あ、やっと今5番が戻りました。長井が戻りました。なんとか自力で戻ってきました。ここからピットは忙しくなります。放送席、はい、こちら5番の前のピットですけども、今ピットは騒然として走り続いているようになっているんですけども、帰ってきたマシンをこれからピットまで引きずり込んで、はい、その用意したリペアパーツで直そうというところですね。マシンただ今ですね、赤旗出てますんでその間に修復していいのかどうかですよね。そうですね、福田さん、はい、破損状況ですがどんな感じでしょうか。近くから見ていてマシンの方ですか。マシンの方はですね、マフラーのサイレンサー部分が曲がってエンジンの方はね、あまり大きなダメージはないようなんですね、はい、ですからフロント周りと、あ、これ大二郎だははということはですね、加藤大二郎ですか。宇川選手だけじゃなくてですね、ゼッケン7番の加藤大二郎選手も辻元加藤ペアのマシン行ってますね。そして21番の藤原のマシンも戻ってないようです。そして45番の宇川ですね、はい、いや上位陣がこれ大波乱ということになりました。ですから先ほどの55番が撒いたオイルに上位陣がそのまま分からずに突っ込んでしまったという感じだと思いますよ。これはいやこれはこれは大変な展開になってきました。救急車も出まして、いや大二郎が昨日非常にいい走りをして予選で健闘していたんですが、いやオイルに乗ってしまったんですね。そうですね、辻元加藤ペアはホンダのワークスチーム7番のマシンなんですけれども、放送席放送席、はいはい、お願いします。あの今帰ってきた竹内君にコース状況を聞いたんですけれども、マッチャンコーナー6速全開のところがオイルまみれになっててものすごくひどい状況で、そこにどん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 マシンが突っ込んでいって、
燃えているということでした。やはりそうですね。すごく危険な状態ということです。はい。以上です。はい、わかりました。富樫リポーターから入りました。こういう状況ですと山田さんね、はい、まだ始まって12ラップが終わった段階ですよね、ですから上位陣がオイルに乗って複数の多数のですね、はい、マシンが巻き込まれてしまったと、主催者側としてはどういう判断をするかですね。そうですね、コース状況が今完全にクリアになるまでちょっと時間かかると思いますから、これはもしかしたら再スタートっていう可能性もありますね。再スタートね、はい。詳しい状況はこれから刻々と入ってくると思いますけれども、まず今分かる時点では55番のマシンが最初に転倒しましたね。そうです。はい、でその転倒する前にですね、オイルを巻きながら、はい、